こんにちは、サラリーマンです。しわやさーやっていこうと思います。12月31日に行われますライジン45のしわやさーやっていこうと思います。チャンネル登録と高評価ですね、お願いします。大晦日までに100人行きたいです。100人行きたいです。ダメだ。今日勝敗予想するカードはですね、ヤマストミネタサトシバーサスニースグル。いやー、これはもうたまりませんね。いやーすごい、元ディープのチャンピオンのドミネーター選手と現キングオブパンクラシストのニー選手、試合となってますね。いやー、これはもう熱いわ、ほんまに熱いわ。こんなにいい試合が大晦日に組まれるなんてね、もうたまりませんね。いや、何がいいかと言いますとね、まあこれちょっと自分の話で大変恐縮でなんですけど、まずね、ドミネーター選手っていうのはですね、現在サラリーマンをやりながらですね、格闘技しているっていう二足のわらじの選手となってます。まあ、しかもサラリーマンしながらしっかりディープのチャンピオンにもなられてますし、まあ、そういうところでやっぱりこうサラリーマン、まあ僕サラリーマンじゃないですか、こう同じサラリーマン同士で、しかもこの仕事とかで忙しい中も、まあ自分のなんていうんですかね、プライドを持ってやれることを続けてですね、この大晦日っていうね、最高の日本の格闘技の最高の舞台で試合するっていうところがどれだけすごいことかっていうのが、もうほんまに非常にいいっすね。同じサラリーマンとしてもう本当に尊敬しかないっす、ほんま素晴らしい。で、対するですね、ニー選手なんですけど、ですね、前回北海道大会の時に自分が勝敗予想したんですよ。勝敗予想して、ほんで、まあ、X の方ですね、まあ上げたんですね、上げましたね。だから、まあ、YouTube にも実際上げて、あげたら、ニー選手ご本人からこのコメントをします。コメントいただきまして。その時は、ユータテオ選手が勝利するという、もう、やってしまった勝敗予想をしたんですけど、それでも、勝敗予想ありがとうございます。楽しんでくださいっていう。もう、人格的に素晴らしい方ですし、動物のね、愛護とかも結構、積極的に SNS 通して発信されてたり、してますし、本当に人柄的にもね、強さ的にも、素晴らしいお方だなと思います。まあ、確かにそういうなんか YouTube のショートとか見てですね、クラブのもともとセキュリティやられていて、でなんか結構夜の世界の方っていう印象はあるにはあるんですけど、まあそんなのはね、偏見でしかなくて、素晴らしいなんか人柄が伺えるというか、きっとすごいいい人なんだろうなっていうので、もうコメントもらったのもそうやし、調べてって掘ってけば掘るほど、もうすごいいい方だなって分かって、めちゃくちゃファンになって、でライジン43でのそので衝撃的な勝利もあってですね、もうなんか一気に心つかまれました自分。めちゃめちゃ心つかまれて、でそっからね、あれをあれをとパンクラスのチャンピオンになって、大晦日出るんかなと思ったら本当に実現してですね、もうすごい高ぶってます今回。だからこの試合はマジですごい、もう感情的に見れる試合といいますか、わすげー楽しみな試合やなというところになってますと。でドミネーター選手はですね、前回は、ライジンランドマーク6 2020年11月6日平本蓮選手と試合してですね、判定負け、まあ、結構打撃をもらいすぎてですね、フラフラになりながら、まあ、なんとか立ってたっていう状況での判定負け、うん、でそれ以来の試合なんで、本当に約1年、まあ、1年ちょいぶりぐらいの試合になっています。で対するニースグル選手はもうめちゃめちゃ今波に乗っててですね、現在4連勝、まあ、ライジンで、山本空選手に負けてから八竹の4連勝でですね、前線は、今年の9月にですね、試合してチャンピオンシップでベルトを獲得して、ベルトを持って今回ライジンに乗り込んでくるという構図になってます。
うん、他団体のね、まあ、元チャンピオンになりますけど、チャンピオン同士の試合にはなってますね。いや、いいね。これ、いいね、本当に。うん。試合展開なんですけど、そうですね。まあ、山瀬選手は、割とこう、自分のペースといいますか、まあ、独特なステップを踏みながらですね、まあ、蹴りを混ぜてったりとか、相手をこう、なんだろう、相手のペースにさせないような、うん、戦い方をしてですね、まあ、自分のペースに持ち込めば、アームロックだったりとか、一本を決めに行くっていうところが割と山瀬選手の戦いのベースになっていると思います。で、まあ、2位選手は逆にもうそうですね、そのゆったりというかペースを崩すっていうか、もういきなりガーっていってババ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 ってやってる中でアームロックバシーって決めたりとか、まあ、KO 勝ちもありますしね、なんかそういう本当に強引に行って相手のペース崩して勝っちゃうっていうのが最近の見てると、試合展開なのかなと思います。まあなんで、まあ、どっちこの試合は正直どっちが相手のペースを崩すかっていうところが、まあ、ポイントかなと思います。まあ、全ての格闘技の人いるかもしれないですけど、まあ、それは一旦置いといて、この試合に関しては僕はそれを結構ポイントに見てます。で、まあそうだな、なんかどっちも一本を取りに行くっていう風に会見では言ってたんですけど、なんか僕はどっちかっていうと2位選手が打撃で結構押して、そうドミネーター選手のなんだろうペースに持ってこさせないというか、その絶妙なスイッチとかそのなんだろう入りとかにもうそもそもさせない、もう一気にガッて組みついて、ドミネーター選手がまだ体が温まってない状態で2位選手が猛攻を仕掛けて、まあ、その流れでやっちゃうんじゃないかなと思います。うん、そうですね、まあ、2位選手もその、まあ、待っちゃうっていうか、ちょっとこう相手に間を作らせると結構ドミネーター選手がそこでフラフラフラって寄ってきてリズム崩されて、あちょっとこいつ打撃入りづらいなと思った瞬間ぐらいにタックルとかでテイクダウン取って1本取りに行くっていう流れに持っていこうとするんで、まあ、そこをさせないために、まあ、2位選手はねその間を作らせないところが、ポイントなのかなと思います。まあ、なんでそうですね、自分の勝敗予想は、まあ、1ラウンドだったら2位選手、3ラウンド以上いけばドミネーター選手という予想ではあるんですが、僕はこの試合1ラウンド2位選手の、KO 勝ち、パンチが入ります。はい、パンチが入ってパウンドアウトでの KO 勝ちだと思います。やっぱりさっきも言ったんですけど、2位選手って結構もう勢いで1ラウンドいきなりガーって攻め込むタイプで、ドミネーター選手が自分のその間とかリズムを作る前に、体が温まる前に攻め込んでわちゃわちゃしてる中でパウンドアウトでパンチ効かしてパウンドアウトされて KO 負けすると予想します。これは当たるんじゃないでしょうか。はい、まあそうですね、2位選手も今勢いにめちゃめちゃ乗ってますし、そのままもうドミネーター選手を食ってしまうんではないでしょうか。はい、皆さんの勝敗予想はいかがでしょうか。いやいや、ドミネーターはこういうところもあるからそんなことないでとか、逆に2位はこれができるんだよみたいなっていうところとかございましたらですね、ぜひぜひコメント欄に書いてもろて、自分に教えてもらえると嬉しいです。はい、いやーでもこの試合はめちゃめちゃ楽しみやな。早見たい。早く大晦日来ないですかね。あと20日ぐらいかな。うん、最高。そうですね。ぜひまた、追加カードとか発表されると思いますので、チャンネル登録してですね、お待ちくださいませ。それではまた、次の動画でお会いしましょう。バイ。